大神くん、空いてるからどうぞ。どうしたの？何か悩み事？そうね、難しい問題ね。どうやってお話を見せていくかだけど、許しを受けて人を信じようとするジャンバルジャンと、法だけを信じて厳格に生きるジャベールの生き方との対立、これを一本の柱として、もう一本は、そうね、あの子たちが一番興味を惹かれたものにするのは。確かに大切な人だけど、ミリエル司教は前半にしか出てこないから。そうね、コゼットとマリウスの結婚の話はどう？このシーン、サクラたちがとっても気に入っていたでしょ。それがいいわね。うん、いい舞台になりそうじゃないの。聞いてみたらいいじゃない。ここには年頃の女の子がたくさんいるでしょ。そろそろ夜の見回りの時間だし、ついでに聞いてくれば。愛と美の秘密部隊、帝国歌劇団バラ組参上。一郎ちゃん、会いたかったわ、あなたの良き彦よ。米田中将ったら一郎ちゃんが帰ってきてるの教えてくれないんだもの。あの、岡菊之丞です。私、嬉しくて何と言ったらいいのか。その、会えて嬉しいです。いつも大神さんのことを思っていましたから。そしてこの私が君の心の恋人、青龍院琴音。ああ、大神中、パリでの甘い体験が君のその体を輝かせているわ。おちゃん、嬉しいわ。もう、チューしてあげろ。あの、私も美人って言ってくれたお礼にキスしてもいいですか？あなたたちがしてるのに、私がしないのは不公平だわ。それじゃ、ごちそうさま。それは、私たちは愛と美のために戦います。たとえそれが命を懸ける戦いであっても、私たちは一歩も引きません。それが
帝国歌劇団バラ組なのです。ということなのよ。お分かり？まあいろいろなのよ。地下のいつもの部屋にいるから遊びに来てね。お待ちしていますから必ず来てくださいね。君が私たちの花園に来てくれるのを待ってますわ。ではこれで。
Thank you.
Thank you.
結婚はいいな。俺には嫁さんいないけど。いよう大神、帝都に帰ってきているなら挨拶ぐらいしろよな。どうでもいいじゃないか、そんなことは。俺もそのことでお前に話をしに来たんだ。大神、最近の帝都の事故、おかしすぎると思わんか。月組でも独自に調査をしているのだが、原因がわからない。蒸気機関の暴走が原因だが、どうして暴走したか、それがわからないんだ。蒸気機関に原因はない。燃料、水、機械、全て問題なしだ。もちろん霊的な原因も考えたが、暴走した蒸気機関からの霊力の反応はゼロだった。そうか、やはりな。何か手がかりがあれば調査もしやすいんだが。金粉？なんだこれは。なあ、わかった。金粉と帝都の事故、月組がしかと調査しておく。お前も何かわかったら教えてくれ。頼んだぞ。それじゃあな、大神。そうですね。あ、そこの計算間違ってますよ。ほら、そこそこ。チケットの販売枚数が20万枚になってるでしょ。その計算が済んだらブロマイドやパンフレットの発注もありますからね。でも様になってます。お似合いですよ。ねえ、大神さんが総合演出をするとして、もぎりは誰がするの？そうですね、大神さん、当てはあるんですか？さすがは大神さん、もぎりに人生かけてますね。そういうものなの？大神さんがよろしいならいいのですけど。私もモギリは大神さんがやる方がいいと思うな。それじゃあ次はブロマイドとパンフレットの発注の話ですね。パンフレットは、大神さん、作戦指令室に急ぎましょう。みんなも集まっているはずです。帝国歌劇団花組、全員集合しました。浅草花屋敷遊園地で蒸気機械が暴走した。なんやて？うちの作った機械が人に怪我させたんか？ほら、心配すんな。まだ怪我人は出ていねえ。でも急がないと。隊長、部隊を2つに分けましょう。隊長の指揮する本隊が暴走している蒸気機械を止めて、私の指揮する別動隊が一般市民の避難誘導をする。よろしいですか？では、本隊にはさくら、アイリス、レニ、織姫、頼むわね。了解しました。
ちょっと待ってえな、マリアハン、うちも連れてってえな。コーラン、あなたに花屋敷の蒸気機械を止められて、あなたの作った機械たちを破壊することになるかもしれないのよ。だからや、あの子らが悪さするならうちが止めなあかんのや。大神藩からもなんか言うたってや。ほんまにええの？大神藩、おおきに。隊長、いいのですか？今のコーランに冷静な判断ができるとは思えません。では、私の別動隊にはスミレとカンナ。いいわね。了解ですわ、マリアさん。私の実力、見せて差し上げてよ。よし、これで決まったな。大神、出撃命令を頼む。はい、頑張りましょうね、大神さん。別動隊も了解です。避難誘導はお任せください。Boom, boom, boom.